装置のカメラ、携帯電話などが触れないように十分ご注意ください。なお、プールサイド付近は飲食禁止となっておりますので協力をお願いいたします。シャチプールに代わり水中カーナーエリアでお待ちのお客様にお願いいたします。こちらのエリアではより多くのお客様にトレーニングをご覧いただくため座ってのご案内に協力をいただいております。皆様の両側の壁の方に床に敷くマットを用意しておりますので、そちらのマットをご使用になり座ってのご観覧にご協力をお願いいたします。立ってのご観覧をご利用のお客様は両サイドの壁に沿ってご観覧ください。また現在最後尾のお客様もですね、トレーニングが始まりますが、さらにお客様増えてまいりますので、今のうちから座ってのご観覧にご協力をお願いいたします。そしてこちらのエリア、両側と非常にモニターがあります。こちらのモニターにも、さっきトレーニングの様子が映し出されますので、合わせてお楽しみください。それでは、トレーニング開始の時間まで、今しばらくお待ちください。さあ、トレーナーたちは、ステラとリンクが歩きになるので、
足裏がピンと立ちました。そしてリンも立ちました。さあ、イトロにアイスが出て、こちらの水中にやってきてくれるはずです。さあ、イトロでやってきてくれました。皆さん、シャチたちの目がどこにあるかわかりますか？顔にある白いマークが少し前に小さな瞳があります。では、見えているか確認してみましょう。私が合図を送ります。すると、ミトロがくるくると回転して、ちょっとリンを上の方に行ってしまいましたね。ミトロこっち、ミトロこっちだよ。ちょっとリンが全然違う方向に行ってしまいましたね。こっちだよ。ちょっとリンが前にしまいましたね。さあ、ステラは大きいリンは今頃来ましたね。そうだよ。さあ、リンはまだまだ3歳なので、これも練習中なんです。さあ、トレーナーの元に戻って、オウミの餌をもらいます。ということは、シャチたちにとって、このトレーニングの時間が餌の時間でもあるんです。名古屋水族館では現在シャチたちの餌として魚を与えています。種類でいうとホッケ、ニシン、サバ、イチカ、キュウリウオなどいろいろな魚を与えています。まあ、こういう人たちの理由は水中を勢いよく泳ぎます。体の大きな人らで1日に60キロから70キロぐらいの魚を食べています。そして小さなリンゴが歩きつけられる魚を一日に食べているんですよ。そしてリンゴはもう一つ食べているものがあるんです。これは何かというと、実はステラのおっぱいを飲んでいるんですね。で、シャチは赤ちゃんと言われるとお母さんのおっぱいで成長していきます。で、通常は2年ほどでおっぱいを卒業すると言われているんですが、リンはまだまだ甘えん坊なのか、母さんのステラのおっぱいを飲んでいるんです。皆さんもタイミングが良ければ、リンがステラのおっぱいを飲んでいるようを観察することができるかもしれません。さあ、どうやらまたリンが隣のステラに甘えているようですね。
少し遊んでしまうところもありましたが、今後トレーニングを続けることでシャチたちの新たな魅力をまた皆様にお伝えできればと考えています。